どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、やっぱこう乾燥してる季節じゃないですか。で、せっかくスタイリングしても、例えばこう根元のアホ毛だったりとか毛先のこうチリチリ毛出てくる方って結構多いかなと思うんですけど、まあ前にちょっとそのチリチリ毛とかの直し方をちょっとやっていったと思うんですけど、こうスタイリングとかでも、まあスタイリング剤ですねとかでも直せる方法もあるので、まあ一応それを簡単に今日は紹介していきたいと思いますので、商品別に。なので、いつも悩んでた方、いつも気になってた方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずはまとめ油、こういうやつ多分見たことあると思うんですけど、こうスティックタイプになってるんですよね。これちょっとベタベタします。で、これだと根元は全然しっかりとつけれて、で、中間毛先もしっかりとつけれます。ただ一つだけ、やっぱそのこうすごくたくさんこう細かい毛が出てる方だったりとか、まあ長いこうアホ毛みたいなのがあるじゃないですか。で、そういう方がこれつけると、まあつけれるのはつけれるけど、その後溶かさないとぐちゃぐちゃっとした髪の毛がそのまま固まっちゃうので、あんまり綺麗に見えないかなと思うので、まあ個人的には中間毛先っていうよりは根元付近の、まあ、細かい髪の毛ですよね。こう産毛みたいなこう短い髪の毛あるじゃないですか。ああいうのがこう出てる方で、こうさっさとつけて抑えるっていう感じに使えるかなと思いますので、そういう方に結構おすすめかなと思います。次にプリウス王のポイントリペアですね。で、これも多分見たことあるかなと思うんですけど、これはどっちかというとこうマスカラタイプになるので、まあ、これも根元から中間毛先にしっかりとつけれます。で、これもなんですけど、まあ、全体的に全然つけれて、でマスカラタイプだから結構溶かしながらもできます。で、まあ、根元の部分とかの本当細かい髪の毛しっかりと押さえてくれるんで、まあ、押さえてくれながらもちょっとだけ溶かしてくれるから結構まあ使いやすいかなと思います。で、中間毛先も溶かしながらつけれるので、全体的になんか楽に抑えれるかなとは思うんですけど、ただやっぱりこうマスカラタイプになってるので、まあ、この幅分なので、うん、で、こう溶かしても正直な話、まあ、全然溶かせれるけどちょっとだけ時間かかるかもしれないので、まあ、これもどちらかと言ったら、まあアホ毛もそんなにこうたくさん出てない方、この中間毛先にそんなたくさん出てないけど細かいのがちょこっと気になる方だったりとか、あとは根元の産毛だったりとか、細かい毛がある方におすすめかなと思うので、そういう方はよかったら使ってみてください。で、次にこれフジコの色っぽスティック、これも見たことあるかなと思うんですけど、これ櫛タイプになってるんですよね。こういう櫛タイプで、串にこういうちょっと糊みたいなのがついてるんですけど、で、これを、まあこれも同様に根元付近からこう つけてあげる。根元から毛先につけてあげる。で、多分この特徴的には、個人的にはなんですけど、やっぱその中間から毛先にしっかりと串なんでつけやすい。だから、この辺の部分とかが、まあ結構細かい毛がいっぱい出てる方とかは結構これ使えると思います。だいぶ溶かしやすいです。なので、これはどちらかというと中間毛先に結構僕は使いやすい。まあ根元に全然使っちゃっても全然いいんですけど、中間毛先の方が結構力を発揮するかなと思うので、そういうのが気になる方は結構おすすめです。まあ簡単になんですけど、3つの商品をちょっと紹介させてもらいました。まとめ樹と、プリウス王と、あと、色っぽスティック。で、それぞれ特徴があって、まあ、個人的な見解ですよ、僕の。なんですけど、特徴があって、こういう方は絶対これが使いやすいなっていうのがあると思うので、まあ、まとめ樹に関しては根元の細かい髪の毛が結構多い方だったりとかは結構使えます。で、プリウス王の、こっちの、やつは、まあ、マスカラタイプになってるので、まあ、根元から毛先の方まで全然つけれます。ただ毛先の中間毛先の部分が細かい毛が多い方は結構時間かかるかなと思うので、根元だったりとか、あと少し細かい毛が出てる方には結構おすすめかなと思います。で、最後に色っぽスティックは、
やっぱあの中間毛先がすごくこう細かい毛が出てる方は結構これでやるとかなり収まってくれるかなと思いますし、根元の部分に関しては全然つけれるけど、多分こっちとこっち、まあマトメージュとあとプリュスオーの方がまだ使いやすいかなと思うので、まあ個人的な見解なんですけど、いつもこう細かい髪の毛だと静電気立つよっていう方とかあと細かい毛気になるっていう方は、まあよかったらこの動画を見て参考にしてみてください。ドラッグストアとかにも売ってます全部なので、そこら辺でもし気になる方は参考にしてみてください。この動画良かったら高評価ボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。